はい、こんばんは。今日はこちらですね、カーテンです。はい、ネットで買いました。こちら、王様のカーテンというところで、レースと、普通のカーテンですね、買ってみました。まあ、家を建てた時に全部の窓にカーテンをつけずにですね、一部の窓でカーテンがついていないという状態でしたので、もう何でもいいんで欲しいということで安くネットで買ってみました。はい、ちょっと小さい窓なので、このように幅70となかなか大体100センチということで売ってたんですけれども、このように指定できるところ、あと竹ですね、竹も自由に選べるということで、この王様のカーテンのカーテンを購入しました。フックの形状なんですけれども、レースと外側のカーテンとで変わっておりまして、このフックは、こちらレース、こういう形状になってます。普通のカーテンの方は、このように下側の方についてまして、まあ、このカーテンで中が隠れるというような形になってます。そして良いのがですね、ここ調整、位置が調整できるようになっておりますので、どれぐらい隠そうかというところも自由にできるのがついてます。あとですね、もちろんこのカーテン1枚につき、このこれですね、止めるのもついてます。はい、ということで、かなりお買い得のカーテン、まあ、ネットで自分で寸法を測ってですね、ネットで買ってみるのもいかがでしょうか。では取り付けてみたいと思います。はい、まずレースをつけてみました。こんな感じです。窓結構ちっこいんですけどね。はい、ちょっとこれ形状記憶じゃないので、こう結構たわんでしまいますけれども、こんな感じで、はい、こういう感じになりますね。このレールの、まあ、横幅に気をつけて寸法を測って見たらいいかと思います。はい、こんな感じになってます。そして下竹ですけどね、これも好みあると思います。まあ、僕の場合はこの下の部分から、まあ、10センチぐらいですかね、長く見積もってちょっと被るようにしてます。はい、では次メインカーテンつけたいと思います。はい、取り付けてみました。こんな感じで、まあ、今回ピンクをちょっと選んだんですけれども、はい、パシッとね、形状記憶になってないのでちょっとヨレヨレっとしたってますけども、まあ光を遮るには十分かなと思います。まあ、これ一級遮光っていうような、その、まあ、光がちゃんと入らないような状況にはなってるっていうことで、そして上ですね、取り付けのフックのところ、この下の方にフックがくっついてますので、はい、ちゃんとレースとを隠れるようにですね、レールが隠れるぐらいになってます。はい、なのでこちらからだとレールが見えません。はい、そしてここで、はい、このように止めるのがありますので、くるっと、はい、止めてやれば、このようにですね、はい、ちゃんと止めることができます。はい、ということで寸法さえ間違わなければ非常にお買い得だと思いますので、ぜひネットでカーテンを買って部屋の雰囲気を新調してみてはどうでしょうか。